九州豪雨で孤立していた集落に住む男性が1週間ぶりに帰宅。その様子をカメラが追いました。家の中が臭いがするぐらい。中はもうかなり臭いがするんですね。これはもう何かかんかわからんようになるんですね。大分県日田市の皿山地区では大雨による被害から1週間が経った今日、ようやく集落を結ぶ道路が復旧しました。今日被災後初めて帰宅したこの男性は妻と2人暮らしですが、妻はまだ避難所にいるということです。一緒に帰ろうかねって思ったけどですね、ちょっと道路がどんな状況かはっきり分からんですね。今晩教えて明日ぐらいに開始してもらおうかなと思って。